入れた。今日は夜ご飯食べに行きます。お、しゅん。今日はマーク・チュアーベンのローカルのビール工場のなんていうタップルームみたいな感じで食べに行きます。すごい、ここでビールを作っててビールも美味しいし、めっちゃ美味しい。ちなみにシュバイガーっていう、そう、これスーパーとかにも売ってるよ、瓶として。そう、でもここら辺だけだと思うよ。もし見つけたらレナさんの地元のビールなので皆さん飲んでみてください。あ、ないと思う。これが全部ドイツ語になってるからタカがドイツ語を勉強しなきゃいけないね。ちなみにすごいよ、ここ全部ビールメニューです。ビール、ビール、ビール、さすがビール工場。Ein dunkles Radler bitte. Ich trinke mit dir. Okay. Nein, Weißbier. Erstmal ein Weißbier und danach das. Eine Schweigerweiße.ちなみにこのお店の雰囲気がめちゃくちゃいいよ。ね。で今はどこにでもクリスマスのあれがあるね。もともとすごい雰囲気いいよね。ドイツのレストランがこういう全部こういう感じか分かんないけど、すっごい雰囲気がいい。はい、ビール来ました。あ、来たね。白ビール。これもなんか白くないね。ラードラー。ラードラー。プコース。プコース。あ、プコース。あ。プコース。プコース。Sehr gut. Ah, schmeckt. Sehr gut. Sehr gut. Papa, schmeckt. Das ist gut. Ja, sehr schön. Delicious. これちなみにダークビールにレモネードを足したやつ、半分ずつでめっちゃ美味しい。Meine Braten den Ofen frischen? Ja, gerne. Und für ihn die zwei kleinen Wiener Schnitzel? Gerne.でこれもなんかすごいドイツっぽい書き方のなんかあの漫画みたいな。もうすごいビールっぱらじゃない。そうそうそう、2人ともビールっぱらがすごいよ。かわいいでしょ。すっごいドイツっぽい。If you translate this. Ich hab's übersetzt. Yeah? Wir haben noch nie nix. Was? Wie war das? Wir haben noch nie net nix anderes. なんかすごい ネガティブにネガティブにネガティブがポジティブになるみたいな感じで。なコンプリツィアだね。コンプリツィア。でもなんかでしょ、バイエルンの人はさ、そういう表現するんでしょ。ネガティブにネガティブを重ねてポジティブに表現するみたいな。だからまずくはないよみたいな。あ、ただシンプルに美味しいって言えばいいのに、まずくないよみたいな。あ、そうだね。Er meinte, dass wir Deutschen das ja oft machen. Wir sagen ja auch, dass irgendwas nicht so schlecht ist, wenn wir eigentlich sagen wollen, dass es gut ist.Also wir sind schon einfach negativ. Aber nicht so schlecht ist bei Ihnen. Simply good, das wäre bei Ihnen nicht. This is bad, this is good, and this is nicht so schlecht. 微妙な差があるね。だからコンプリツィアートなんで。Aber das ist bayerisch. Das ist Bavaria. Nein, nicht so schlecht, das ist auch... Nein, ich glaube auch, das ist hier, das wäre sehr negativ. Nein, das war bei uns zu Hause das Gleiche.ちなみに今もうレストランは満員です。すごいよ、本当に広いレストランだけど全席満員。うわ美味しそう、来ました。うわお、半年ぶり、すごいの来たよ。うわめっちゃガーリックの匂いする。うん、これだよ、これか、うん、そう、ガーリックポテトとめっちゃ美味しいよこれ。スイートポテト、ポテトとお肉、すごいじゃん。お、なんかサイドサラダ。社長、まず自分の食べるんじゃない？普通は。いやでもここにこれ、急に俺のから食べる。めちゃめちゃあれもあるし、もう。これね、シュニッツェル。うん。美味しいですか？うん。これ超美味しそうだもんね。カリカリで。もうやばいぐらい美味しいよ。あ。すごいよ、パパとママにはステーキ来てるからね、うん、で、レナはブラッドヘン。これの方がだいぶいいよ。 OK, thank you。 もうこれボリュームがすごい、ドイツっぽくて食べたい、ね、ドイツ料理、ドイツ料理
アメリカ料理。だから、Guten Appetit。いただきます。いただきます。ゲナオ。レナのやつもすごいね、これ。めっちゃ柔らか。これ豚肉でしょ、うん、豚肉をビールソースで和えた。ちなみにこれがクヌーデルって言って、あのジャガイモをもちもちに練った、うん、そう本当にもちもちだよ。でこのクヌーデルをこのソースにあえなんか絡めるとすっごい美味しいのよ。日本食も美味しいけどドイツ料理も美味しいね。いやもう美味しいよ。これちなみに皮？皮だよ。豚肉の皮？これすごくないマジで、この分厚さ、この豚肉の。ちなみにこれね、子牛のシュニッツェルです。シュニッツェルちなみにとんかつと一緒だからね、日本でいうところの。でも豚のやつもあるよ。これ薄い子牛をとんかつみたいに揚げて、クランベリーソース、ガイゼビア、うん、クランベリーみたいな感じ。おいしいでしょ。なんかすっごいおしゃれだねこれね。ワイングラスみたいなの飲むんだな。ね、これ泡立てるのかな。すごい暗いね。ちなみにこれ読めないけど、シュワイガーフェゴム飲む？黒ビールだね。すっごい甘い匂いする。あ、そうなの？美味しい。パパがすごい飲みたそうな感じ。めっちゃ香りが強い。なんかこうやった時の飲む前のこの香りがすごい。でも飲むとそんなに甘くない、うん、この香りはすごい甘いけど、黒ビールほどすごいスモーキーではないけど、全然スモーキーじゃないよ。で苦くもない。苦くない。意外とさっぱりしてるね。セマゾン2杯目ダークビア行きました。ドゥンケル黒ビールですね。さっきからレナ社長が俺のシュニッツェルばっか食べてますよ。自分のブラートヘンは食べずにシュニッツェルばっか食べてますよ。これ美味しい。もうこれもすごいボリュームで、このポテトの量がすごいし、まずでシュニッツェル2枚乗ってたし、ね、でこれもさ豚肉2枚でしょ、うん、こんな分厚い豚肉のさ2枚だよ、ね、さっぱりしてるけどなんかくどい。でも安くないよ。これいくらだっけ。これ2000円するよ。これもこれも2000円から2500円ぐらい。ちなみに両親が頼んだこのステーキセット、うん、ポテトとサラダもついて、ステーキが 300g で大体5000円ぐらいだよね、うん、44ユーロ。物価が上がってんのかなドイツって。上がってる。めっちゃ上がってんの。めっちゃインフレ。ドイツもインフレってことだね。いやもっとドイツの方がやばい。給料上がってんのかな。上がってない。これが世界の現実です。皆さん日本だけじゃないです。安心してください。安心できないよ。食べましたね。レナ社長は自分の料理を食べた後に俺のシュニッツェルも食べきりました。いつも嘘ついてるよ。すごい食欲でございます。だいぶここで食べましたよ。食べきれたね。でもすごい量多かったけど、うん、ママのポメスもまだ食べてるよ。ああそうそう、それはパパとママが頼んだステーキについてるフライドポテトがあと残ってるから、まだビールも残ってるし。あれオレンジのスイートポテトだよ。これめっちゃ甘くて美味しいよ、うん。アップルとトップストーリー。アップルストーリー。トップストーリーズミックパーク。あ、そう。アップルストーリー。やっぱり親子だね。レナ社長とお母さんはもうデザートの話してるよ。うん、やっぱり親子だったね。ママはいらないって言ってたよ。レナ社長はここからデザート食べようとしてます。すごい食欲だよ。わ、すごい。やあ、ダンケン。アップルケーキ。Yes。セーフティマップ。暑いの？アイス。おお。おお。何時にミクロウェーブをしよう。おお。水もらえば。アップルケーキミルフィーユ。よく食べれますね社長。すごいよ。オッケー。
だって暑そうだもんね、これオーブンで焼いたんじゃないの、これ今の Jetzigen heißt da ziemlich viel Wasser. Also Glasen, viel Glasen. Soll ich dir ein Messer geben, dass du es kleiner schneiden kannst? めっちゃシナモンの香りするね。でパリパリのケーキにだいぶリンゴが入ってます。リンゴがめっちゃ甘い、あったかいから。すごいね。結局一人で全部食べちゃいましたよ。お腹いっぱいだね。大満足です。めっちゃ美味しかった。はい、支払いもしましたよ。皆さんいくらだと思いますか？でも4人だからね、トータル126ユーロプラス10ユーロチップ。じゃあ136ユーロ。高いと思うか安いと思うか。2万いかないぐらい。まあ4人だからそんなもんじゃない。ダンケフディアインラウ。はい、美味しかったです。美味しかったですね。OKOK。 この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。